チャールズ・フランク・バーリン・ゲーム3世、チャールズ・フランク・バーリン・ゲーム3、1949年9月12日から2001年9月11日は、アメリカ同時多発テロ事件の際、テロリストによって、ペンタゴンに突入させられたアメリカン航空77便の機長だった。ミネソタ州セントポールで、米国空軍の現役軍人の家庭に生まれた、バーリン・ゲームは、子供時代に、 カリフォルニア、英国を含め各地を引っ越ししながら育った。バーリンゲームはカリフォルニア州のアナハイム高校を卒業した。その後米国海軍兵衛学校を1971年に卒業した。海軍では F-4 ファントムジェット戦闘機を操縦し、大尉に昇進した。1979年バーリンゲームは海軍を除隊し、 アメリカン航空に入社したものの海軍予備役に止まった。湾岸戦争時には志願し従軍した。また、予備役機関中ペンタゴンでの職務に従事した。1996年に海軍予備役大佐を除退した後はアメリカン航空で働いた。アメリカン航空のフライトアテンダントだったシェリー・バーリングエムと結婚した。アメリカン航空77便がハイジャックされ、 進路をペンタゴンに向けたとき、バーリンゲームは機長であり、デビッド・シャルルボアが副操縦士だった。バーリンゲームは2001年9月12日に52歳の誕生日を迎えるはずだった。バーリンゲームは、アーリントン国立墓地に埋葬された。彼は60歳未満で死亡した、予備役軍人であったため当初は、埋葬資格がないとみなされたが、特別に埋葬を許可された。 この件は、埋葬資格をめぐる議論に火をつけた。彼の娘、ウェンディ・バーリン・ゲームは、2006年12月に、ニュージャージー州の自宅アパートで不審な火災により、死亡した。ネルソン、トッド、フィリップ・ピーニャ、ツインシティーンズ・モーオン、アウェイト・ニュース・オブ・ビクティムズ、セイント・ポール・パイオニア・プレス・ハット・ゴッドリーブ、サンドラ、ローカル・ドクターズ・ブラザー・パイロテッド・イル、 フェイテッドフライト77ランカスターニューエラハットキングラリーエイミーエス・ローゼンバーグジョナサン・ゲルブパイロット・フーズ・ジェットヒット・ペンタゴン・ハドワークド・ゼアザ・フィラデルフィア・インクワイアラー、 ハットザワシントンポスト、http www.washingtonpost.com スラッシュ w s r v スラッシュメトロスラッシュスペシャルズスラッシュ ATTACKED スラッシュビクティムズスラッシュ V150HTML プラス二千十年四月十八日、閲覧レビン、スーザン、フライト十七 オープリプレイスドバイグリーフ、アマングザデッドフロムジェットライナー、アーローヤーズエンジニアーズ、カップルズチルドレン、ザワシントンポスト、ハットナショナルコミッションオンテロリストアタックスアポンザ、ユナイテッドステーツ、チャプター1、9、 11コミッションレポート report, government printing office, h t t p w w w q 1 1 c o m m i s s i o n g o v r e p o r t 9 1 1 r e p o r t c h 1 h t m h a t h t t p w w w h o u s e g o v c h r i s s m i t h n e w s スラッシュプレス s 200H スラッシュ p r b u r ユー・ア HTM ハット・フォイヤー。アラン・シュ・ベーバー、ネイト、ドーター・オブ・キュー、11フライト・パイロット・イズ・ファウンド、デッド・アフター、エ A ・ファイヤー。ザ。 ニューヨークタイムズ、http コロンスラッシュスラッシュ www.nytimes.com スラッシュ2006スラッシュ12スラッシュ06スラッシュ nyregion スラッシュ 06fire.html2011 年11月21日閲覧。チャールズ・フランク・バーリン・ゲーム賛成。アメリカ合衆国海軍大佐。ありがとうございます。